一切出入りなし、自己切りの一切世界ぐるみの自己切りの自己ってそこへ座るんだから、これ暗証三昧ですね。ところがそういう出入りなしのところにいろいろの出入りがあるわけで、いいかね、そのあるいはこれ文殊師利仏として、それからその次、あるいはこれ釈迦牟尼仏として、あるいはこれ普賢なり、そういうふうにあるいはあるいはって出てくるんだよ。これがね、いわゆるこの自己入りの自己で座ってるところの生命のそのいろいろの出入りの話が医学かかるかもね。それで要するに文殊さん、釈迦牟尼仏、普賢さんってね、いう出てくるんだけど、これがこの そういうどっちへどう転んでも自己切りの自己、この十方仏土中、その中にいろいろの出入りがある。それはね、法華経ではその素晴らしい華やかなその文学的叙述でもって劇仕立てでもってこう踊らせて書いてあるのが法華経だろう。そういうのをね、またさらに道元禅師が圧縮して、今その道元禅師流にその劇仕立てでもう何ていうか脚本の構成し直して、ここに書かれてるのが以下の文殊、あるいはこれ文殊師利仏として、あるいはこれ釈迦牟尼仏として、あるいはこれ普賢なりね、それから普賢のルフ未だ終わらざる霊山の大へ来たるというね、それから釈迦の仏へ未だ半ばにあらざるに文殊の由利さんを速やかに弥勒に受記する法華経がこうあるけどこれ道元禅師がね、法華経のその登場人物たちをまたそのうまく使ってその法華経の世界をまた文学的に仕立てちゃってるんでね、だからそういうこのところはね、だから厄介です、厄介です、厄介だけど、これを面白いことは面白いんだよ。その面白さを今私がこれからそのお話しすることによって踊らせてお話しできるかどうかって、これからちょっと分かんないけど、まあ精一杯やります。本当にこれね、もう法華経っていうのは文学的に、この前も言ったけど、あれですね、華やかな世界ですよね。例えば あの麻生二行って言うけれど、一行っていうのはどのくらいの時間の長さってね、とにかくこう天人が500年に一遍だか天から下ってきて、ふーっとこうね、その、袖で四十里予報の一周ちょっとっ、それが摩滅してなくなったっちゅう、それの間を一行っちゅう、その一行がまた、なんだかんだって、まあその私あんまり誘うこと興味ないからあれだけれど、とにかくそれがその無数麻生以降っていうのは無数行っていうんでしょ、また無数なんだって、そういうこう形容詞一つでもそういうあの言葉なんだ。これがそのそれがまた踊るんだから、なかなか読んでちゃね、面白い。でこの今のところの今この段でもね、ちょうどねその入梅時の雲の風景だね。入梅時の晴れ間の時、ちょっとこう雲を見るとの一番上には巻雲が出てる。
それから高層雲が出てる、高石雲が出てるね。それから層石雲が出てる、また石雲があるって言ったら、たくさんあれしてますがね。それと同じことが今のあれだ。そういう世界なんだね。で、まあちょっとお話してみますと、あるいはこれ文殊師利仏として、これ文殊さんがね、この仏として、こう生命の実物者、これみんな私流の言葉で言い換えて話しますよ。そうするとね、この文殊大戒仏となる唯仏、唯仏の如是相愛、これは大戒、大戒っていうのはね、文殊さんはね、これは法華経の中に 大波紋、大波紋の前にはね、その剣法塔っていうのがあるんだけど、これはお釈迦さんが説教、説法してる一応の、だから、いろんな、あの、樹木終わった頃に、今度はね、大地から大きな何、もう大塔がね、多方塔が、その、 湧き出して空中に大きな塔が立ったわけですね。そしてだから、ちょうどレビューみたいなもん。<笑>そこから多方物が現れて、そしてそのお釈迦さんと、あの、まあお話しして、そしてあれしたところが、この多方物にね、 従ってやってきた智釈菩薩というのは、もうそろそろ本土にお帰りになった方がいいって言ったら、そうしたところが、この多方物がね、まあしばらく待て、ここに菩薩がある、文殊師利となるって、これが今大波紋の話になるんですが、その共に歩みるべし、もう このお釈迦さんの娑婆国土には文殊師利菩薩っていうね、この大菩薩がいるから、この文殊さんと会っていかなきゃならない、近いね。そしたら文殊さんがね、大海の釈迦面宮より次年有出、この要するに大きな大海原の中の釈迦面宮、とっから 湧き出してきて、そして虚空に従す。で、智釈文殊にと、竜宮にて削るところの衆生、その数、幾ばくぞ。あなたは、その大海の竜宮で、いたって言うけれど、その竜宮でもってどれほどの衆生を表現したか、こう言ったからね。 文殊さんがね、口の登るところにあらず、心の測るところにあらず、しばらく待て、自らまさにその章をあるべし。これはちょっと、どのくらいね、その、口じゃ言えないから、ちょっと、その実際を見せてあげましょう。こういうこと、無数の、それで今度は無数の菩薩がバーッと出てきた。これね、みんな、 文殊菩薩が教化した、あの菩薩たちが、で、智釈が参拝する。で、それで文殊さんが我、海中においてただ妙法華を宣説する、この法華経だけを説いたんだ。智釈がね、この経は人事未妙な、 もし修行をこの経を修行して速やかに仏を売るものありやなしや、この法華経というのは、まあ人事未妙なんだけれど、それでもってすぐ仏を売る人があるだろうかって言った。文殊曰く、ある。釈迦面宮の、釈迦面竜王の女、8歳にして成仏。この釈迦面 宮中ね、あの宮殿ですね、そこの、娘の
竜王の娘、8歳で、この竜王っていうのはどうもあの、青龍島の 方らしいね。あっちには竜族っていうのがいるらしいんだ。で、この8歳でもって成仏した。智釈、舎利弗曰く、神前、この娘の衆の間にすなわち小学を上ずること。こんなこと言ったってね、大体女っていうのね、そのご師匠がその人獣であって、その女でもって成仏するなんてちょっとありえない。それなのに、8つの女の子がね、成仏するなんて、そんなことは信じられないとこう言った。そしたら、龍女、そこで龍女出現、また龍女が湧き起こって、現れた。そして龍女は、その自分の持っていた宝珠を、お釈迦さんに、仏さんに立てます。そしたら仏さんがそれを受け取られた。そしてそれ龍野が言うの、我宝珠を立てます、世尊の世尊はそれを受け取られた、このことを年や否や、これ私が差し上げて世尊が受け取られた、これ早いでしょうかどうでしょうか、これは甚だ早く、これもうあげたらもらったというだけだからね、早い。そしたら龍の曰く、我が成仏はまだこれよりも年私が成仏するというのはこれよりもその早いんですよと言ったっていうね。これ結局ね、生命の実物に変える、変えた途端にそのまま成仏だ。それでね、一朝力入如来地っていう言葉が出てくるわけもう仏道修行っていうのはボツボツ時間かけなきゃならないってもんじゃないっていうのね、生命の実物に変えたらその時はもう如来地、今座禅して一生懸命座禅してボツボツその悟り開くって、そんな手ぬるいこと言ってんじゃない、今座禅したらこれ実生命の実物の姿なので事実座禅でね、それでもうパッとその瞬間に如来地、これを沢木老師はこの一朝一日に如来地の説明するのはね、人のものをこれ取った一朝一日に泥棒地だからボツボツその、泥棒なんじゃない、取った途端に泥棒だっていうことね。それを今の人たちはそうじゃないでしょ、その取ってさ、取っても人が知らなきゃ、それで人が知らない、たまたま知ってこれがあった、お前は取ったって言っても、いやそんなことないって言って、その情報を取ったんじゃないっていう情報を百戦流して、そして取ったんじゃないことにできるんなら、それでいいんだ。それでもまだ訴えられて、その情報を暴かれて、そしてとにかく訴えられた、言っても裁判の時にもみ消したって言いました。それでももみ消されないと今度は蜂が出てきてダメだって言う。それでもまだ最後の最後ね、その判決が下ってその牢屋へ入って、あ、とうとう取ったのかということになる。これ一丁入りに泥棒地にはなかなかなんない。で、ところが本当はその一丁入り実物っていう地盤から見たらね、
ザレンしたら一朝一日に乗られて人の子を取ったら一朝一日に乗ろうとこれも決まってるっちゃうねこれ実物っていう字なんで言ったらそうこれで結局あるいは文字、尻仏として内海仏となる唯仏、余仏も如是相愛ってこれあれですね、竜よも 法事を挙げた仏さんが受け取られたという仏を持つ。その時に如是相、これ生命の実物そのまんまってことね。要するに、これが結局暗証三昧の中の一つの風景。 ところが、あるいはこれ、釈迦牟尼仏として、唯我地蔵、十方仏、略念なる出現をせられ。本当はお釈迦さんが出てきて。お釈迦さんがね、ただ我殺そうを知る、十方仏、まだ近い。これ、まあ、方便門に出てくる言葉。これ、道元禅師、こういう、あれはみんな、法華経のことを、 聞いてるわけですからね。だから法華経を対象して読んで、その法華経の前後関係がこういう盛り込まれてる。だから道元禅師のこのね文章、面白いことは面白いけど難しいことは難しい。で、要するにお釈迦さんはこのただ我殺そうを知るって、そこの生命の実物っていうのをね、 よく知ってるんですよ。ただ、我は、この生命の実物を知ってる。で、十方の仏さんたちも、まだ近い。それで、そういうお釈迦さんが出現をせる。あいな。これ、生命の実物を知っているお釈迦さんが、今、ここへ出現をせる。出現した。そういう実物。 これだからこれ釈尊が一朝直筆言だ<笑>こうだね。でこのところがこれすなわち我及び十方物今しよくこの字を知ると修行をして戒律を成就する 一時になる。こういうことだね。これはね、その、大体、この法華経の法伝本のことがある。諸仏世尊は修行をして、仏知見を、仏の知見を、開かしめ、正常なることをえせしめんと欲するがゆえに、世に出現した本。 修行に仏知見を示さんと欲するがゆえに世に出現したも修行をして仏知見を悟らしめんと欲するがゆえに世に出現したも修行をして仏知見の道に離しめんと欲するがゆえに世に出現したもこういうことまで出てくる。結局お釈迦様がこの世に出られたのはね、そういう 修行たちに生命の実物を開きですね。そして示し、で悟らしめ、そして、それに、いらせる、入らせる。そういうために、お釈迦さんが出てこられた。だから今、お釈迦さんが、この世に出られたっていうのは、これは実物ですよ。その実物はっていうと、実物を、 開示誤入させるための実物だ。これ、ちょっと話が単調じゃないね。実物って言っても、ここにあるのが実物っていう、そんな平面的なんじゃない。この実物を知らせるために、開示誤入させるために出現した実物だ。こういうことだね。だから、ちょうどさ、漱石文の、 上に、功績運や高層運やっていう、そういうね、あれがある。空の風景と同じなんだよ。で、あるいはこれ、
주례인날 본가 흥해다 흥해보다 신인은 그도분나로 혹해대무어지 진다이 원나로 안옥타라 삼보다이고 엠부다이니 루드세신부르니 산소니보그 나이쇼쇼리오 노쇼스루 지날 노준스루 아메나 혹해대무쇼흥어지니 인묘료류 나루놈이날 흥해산경 안에 一番最後の法華経の一番最後の第28本のこの普賢菩薩は東方から、東の方から、そして世尊我今人通力を持ってのゆえにこの経を示して 如来の滅亡において縁舞台の口に広く留布せしめ断絶せしめ断絶せざらしめ結局ねお釈迦さんが法華経を全部解かれたわけですね。それで法華経の最後のところにあの普賢菩薩は東方からやってきて、そしてその法華経を参拝して それからこの経を長くね伝えるためにでたくさんの人に教えるために私は働こうとこう言ったわけだね。で記憶留布せしめ断絶せざらしめ。でこの普賢山というのはねその法華経の 法華経を、法華経を、経を、留布する、留ずする大師、法華経を本当に信じて、上ずる人たちね、その人の前にね、道具流、あるいは周囲の人の前に、陸下の薬像王に乗って現れ助け主の、それはこういうことで、その、普賢さんの仏像っていうのをご覧になったことあるかな。象、上に乗っている、仏様ね。お釈迦さんがこう真ん中にいて、そして、普賢菩薩の、文殊菩薩っていうんで、釈迦さんの尊者。普賢菩薩っていうのは象に乗って、法華経を信じ、法華経を 読む人ね、その人の前にちゃんと現れて本当に法華経を正しく教えるこういう仏様なんですね。であるいはこれ普賢なる不思議の功徳なる法華経を成就しっていうのはね、これ本当にこの生命の実物っていうのは不思議功徳、それを働いて で、人代無音なる、あの二三菩提も縁舞台に留むする。この法華経があれば、あれですね、人代無音の、これ、生命の実物っていうのは今も言ったように、あらゆる二つに分かれる以前の生命の力ですからね。これはもう、本当に人代無音だ。 永遠と今と分かれる以前、永遠と今と分かれる以前の力、人代無音でもある。そういう人代無音のね、生命を、この縁舞台っていうのはこの世界ですよ。この世界にルフする。ルフっていうのは流れ引くっていうこと。ちょうど、例えば、 その大水が出るって言ったらバーッと水が<笑>広く広がってね、これ仕込んだ。それから流れ仕込むということ。この普賢さんは法華経のこのあれを教えをこのシャワ世界にいっぱいにこのちょうど洪水が出てあらゆるものを水に浸けるように全部にこう露出するわけだね。
そういうもんだから諸君のうちに人形成就なるのみ
することを与えざるところを、その成就しつくすっていうことだね。このね、諸君のうち人形成就っていうのは、これも方便本の言葉です。だから今文殊さんの場合の流入の話はただ実物の話だ。実物の話が今度お釈迦さんが そういう実物を知らせるために、前、この世に出現したっていう、また実物だったんだね。ところが、これをまた、ルフして、また、無量無辺の利益を潤いを受けるっていうね、そういう普遍さんの、あれもこれまた実物なんだ。生命の実物なんだ。生命の実物って一口に言うけれど、もう、その、 何段もある。しかもね、普賢のルフ未だ終わらざる、両殿の大益か。普賢の往来する、釈尊御用学号構想と称す。これ、普賢菩薩っていうのはね、大体、統合、 から、やってきたからね、東の方から。それだから、これはまあ、普賢さんの話は、法華経の一番最後に出てくる話です。ところが、逃亡というとこからね、今度は、逃亡というと、序盤の一番初めのね、お釈迦さんが逃亡満8000の塔を照らしたっていう話ね、落語をそう。それだから、法華経の一番終わりから、今度また、初めに帰るっていう方だ。 こういうところがね、道元禅師、また劇自体だと。<笑>これで、要するに、そういうのが生命の実物地盤なんですね。これ、だから、略号相と称する。これは全てを生命の実物地盤においての照らす光だ。 つまり、普賢の往来するというのは、これはね、全て、全てをルフするというのは、それがまた、お釈迦さんの脈号相で照らした、そうでもある。で、釈迦の仏へ、まだ続く。 釈迦の仏へ、まだ仲間にあらざる。で、お釈迦さんがね、両年で、法華経を説く。これが、仏へだ。それが、未だ仲間にあらざるに、文殊の唯尊、速やかに妙苦に直筆する法華経がある。これはまたね、あれなんですね。<笑>だいたいね、 この序本の話になるけれど、大体、この前も言ったけど、この法華経っていうのは、まずお釈迦さんが、大乗無量義鳥を説かれたんでしょ。それから、無量義鳥三昧に入って、心身を同時賜すってね、とても、そしたらみんなが、そのお釈迦さんの姿を、拝んでいく。 そうしたら、二軒の百号僧が逃亡万8000の道を照らしたって。そうしたら、ここでね、弥勒さんが出てくるわけですよ。弥勒さんがね、これは一体何の気づいであるか。それで、文殊さんに聞いたのね。そうしたら、文殊さんっていうのは、その、諸仏の師であるっていう。 文殊菩薩は、菩薩ではあるけれど、たくさんの仏さんのお師匠さんだったっていうとこから、文殊さんに聞いた。だから文殊さんの言うのには、その昔ね、ずっと大昔に、日月光明如来っていうのが、いられた。こ
근데 그쪽 입장하는 거 알잖아. 가는 거죠. 이제, しかし, 그,それを, 今, 노견전지가, 뭐, 마저메데, 복해된도 행복해나 하나씩, 마저메데, 가요. 근데, 흥행소부즈문주다이에, 원인소주고된노복해된무시행하란스나르베시 이마는 도저민것까지네, 흥행모사즈, 그니까, 소부즈, 문주, 그니까, 오색산도다이, 그만이 소주고된노복해된무 시행하란스나르베시 소주고된그만에, この本部序本のことは今言った実現と同様にある消防を演説した者に初前中前後前なるその日人論に、その後、業名に、唯一無造に、して無足、省略、文業の相内、消門を求める者のためには応じて試合の方を解き、消防病死を、どし、 涅槃を説いて、涅槃を苦境せしめ、薬師仏を求める者のためには、応じて十二因縁の法を説き、諸々の菩薩のためには、応じて六波羅蜜を説いて、あの九多羅三脈三菩提を得て、一切四季を行儀しめたも、こういうことが出てくる。ここに、まあ、初前、中前、後前、で、車中後前。この、つまり、 今の引用文を一口に言うとこの消門の人たちのためには死体の方を解いてそして離薬される。それから縁学の人たちには十二因縁を解いてまた離薬させる。菩薩のためにはそのあれですね、六波羅蜜を解いて離薬させる。そういうんで小中五五ですね。で、おのおの 初めは、これはまあ、壮大。小学生には小学生なりに、それから中学には中学なりに、大学には大学なりにっていうようなことだ。で、それみんな、おのおのよしってことで、初中古前の、の法華殿を、地形に腹水になるべし。地形に腹水っていうのを、 これの方便文字出てきますが、我、成仏して、以来、四十の因縁、四十の比喩をもって、広く文教を述べ、無数の方便をもって修行を引導して、諸々の脈を離れし、ゆえらいか、如来は方便、地権払い、皆すでに無足せ、こういうこと、それを引いてるんですが、結局ね、そういうような、 今言ったのは、いろいろの、働き合うでしょ。苦言さん、諸仏、文殊、大苑、の、おのおのいいんだ。そういう諸々の働きは、結局、その、地権、腹水、皆すでに、無足せいな。つまり、我々の生命、生命っていうもんに、備わってると。 結局そういういろいろ、今、いろんなこう、話出てきたでしょ。まあ私は大空の、入梅時の大空にたくさんの雲がムラムラしてるっていうね、言ったけど、それは結局今、みんな、自己の生命の、その働きなんだよ。自己の生命に備わってるんだ。これが地権払うんです。 この故に、唯一一条、ただ一条をもって一大事となすとして出現される。そういうような働きを持ったね、生命の、生命力を持っている。その生命が、だけだ。これが一条です。この、国慶上はそういう生命力、生命力の世界。一条。それが、 また一番大切なの。実は我々本当にね、生命力で生きりゃいいんだ。ところが今は我々本当の生命力で生きてんじゃないんじゃない。生存競争のために闘争力で生きてる。闘争力っていうね。<笑>
도로 가능한 놈, 도서로 그 당연히 있겠냐. 아마, 서로, 도서로 근데 시도, 난타오사르느냐, 니타토. 소, 도로 간단히 난타오사르, 고단, 보스톤마, 노요된나, 다시, 오랴 다음에, 치대, 남의 날짜. 本当はね、 そうじゃない。 本当の生命力、 自分の生命力で 生きるんだよ。 他との兼ね合いがない。 この、 これ、 今度のね、 あの、 私、正月いつも、 あの、 新会でさ、 年賀状に送るじゃん。 それで、今度の、 来年の正月の、 年賀状の詩、 まあ、しょうがない。前は、傷ついてもそれに耐え。傷ついてもこれに耐え。光に向かう草木のように。自己純粋の生命力を拝みつつ。 ただ、こう、今を生き抜こう。要するに、その、これ、こういう物体だったら傷つけたらもう傷がついたまんま。で、あれさ、ポキンと折れたまんま。ところが生命力ってのは傷ついてもそれに耐える。そして、しかも、その、太陽の光に向かうじゃない。 そして、だから傷ついても、これに耐え。光に向かう草木のように、この草木のように言っても大切だと思うね。で、その草木っていうのは、どうかっていうと、自己純粋の生命力。それを自己純粋の生命力を拝みつつ、その世界。だから他を拝むんじゃないの。仏さんじゃ他人だと思ってちゃダメなの。自己純粋の生命力。 それを拝みつ。そして、ただここ今を生き抜こうってね。本当に今を生きようっていうことですね。で、私がこの新作ったの、がんの人にね、私、どう今実際にがんになった人、どう言わなきゃなんないか。もう、 まあ私の話聞いてくれる人々になら、これ、ちょっと言えるじゃん。しかしながら、全く私の話聞いたことない人にですね、拝むっていうのを拝む方向を知らせたいんだね。そういうんで、あの詩なんですがね、結局、自己純粋の生命力を拝む。 それが自己の生命力に深まる。それが自己の生命を生命力として花開く世界、OKの世界。いや、これ、この前の結びも、この前の話の時の結びもガンの人の話に聞きちゃったけど、今日も結局の話ね、今ガンの人は、いるの実、実際、今こういう、 来られてる方だって、私だってな。来月どうか分かんないんだもん。ガンだって宣告されるか分かんないんだもん。いや、宣告するんならいいんだけど、お医者ってやつは悪いやつ。やかにありませんって言っといて、そして何だかんだって言ってガン。こう、生きるの諦めさせるね。うまく引っ張る。そうじゃない。その、 本当は、誰でも彼でもいつ癌になって死ななきゃなんないかっていうこと。これは、わからないんだから。そういう自己純粋の生命力を拝みつつっていう、その世界を用意しておかなきゃしょうがないね。これ、若い人は大丈夫ということないんだ。さ、若い人だって小児結核っていうのもあるんだからね。で、いや、ピーツ私のところに来てたら、 学生、中、高校生だったけど、また来ますって言ってて来ないからどうしたかと思ったら、小児結核っていうね、小児学っていうのが、死んじゃったもん。
Yeah.